レグインテル、そんな眠っちまいそうな呪いを着てこのアーニャを倒せるか。なぜだ、どうして僕のパンチやキックが全て防がれるの。右にでフェイントかけても防がれる、打撃の速度を上げても防がれる。どうなってんだ。そう、なんで僕のパンチやキックが全て防がれるんだ。どういうことだ。アーニャは心が読めるから、どんなフェイントかけた打撃も防げる。まあ、そういえばこのパンチも左ストレートと見せかけて右ストレートに切り替えた打撃、全てバレバレます。どんなフェイントだとか嘘ついたって自分の心だけは騙せねえ。まあ、それに気づいてると思うが、アーニャは片手しか使ってない。まあ、アーニャはウサギを狩るのに全力出すバカな獣とは違うます。なんだとこのクソガキになめぶしやがって。お手本のようななめぶを戦線で披露してくれたやつがよく言うまい。アーニャはなめぶ性の女王、なめぶの極意を披露してやるます。少しも披露せずにな。なめぶ性の女王だと。それとオミアラはスーパーサイヤ人になれるそうだが、アーニャはもっとすごいスーパーサイヤ人になれるます。スーパーサイヤ人、必ずオミアは最悪だと言うだろう。どうに、この精神と時の部屋は1年でも現実では1日のようだが、時は加速する。メイドインヘブン、最悪だ。何やってんだお前。油まみれのラーメンだけど、ここにマヨかけてバターも足すわ。この真実だけでも胃がもたれていく。